それを確かめてたの。やっぱりね。<laughs> え、こんにちら、えー、見ていいいきたいと思まますよろしくお願いしますし、えー、こちらの作品に関してはね、視聴者もさ、<laughs> ちょっと待って、言えない、視聴者の様、ま、えー、なになに視聴者の方から、ま、差し入れでいただいたね、ま、DVD なんですけど、ま、ブルーレイか。DVD だ。えー、こちらをね、ま、視聴していこうというコーナーです。えー、もともと僕がね、地上波の方でこの幽谷のモリアーティー、ま、楽しく見てたってところもあって、OVA の方がね、出たよっていうことで、ま、差し入れいただいたんですけども、どうやら配信の方 方ではねまだ見れないということで、えー、今回こちらのね DVD 使ってね、えー、見ていきたいと思います本当にねこちら高山さん差し入れしていただきありがとうございました、えー、今日はね楽しくこちらの作品2つね入ってるんですけど見ていきたいと思います、えー、というわけで早速見ていきましょう、えー、皆さんも円盤もしくはまあこの後、ねまあとねビデオ,オンデマンドの方で配信されたらそちら使って、えー、ぜひ一緒にご覧くださいよろしく頼むぞ ああうんこれは何か事件が起きそうだねこの空気というか絵を描いてる人がいるなうんまさか血使ってるんじゃないだろうねそれ赤い絵の具っぽく見えるけどあはあは、<笑><笑>またこのオープニングが見れるなんて やばめっちゃ久々もうこれめっちゃかっこいいよね。もうこの作品のオープニングとかもうほんと大好きだったわ。わー、モランフレットの懐かしいみんな名前出てくるな <laughs> 見れば。<laughs> わー、なんか聞き入っちゃう、久々すぎて。あー、かっこいいやっぱりみんな。 またあの、ジェームス・ボンドもかっこいいんだよね。あの女の人がさ。あの話衝撃だったわ。いや、今思い出したわ。あとあれだよ、ホームズにはね、お兄さんがいて、マイクロソフトじゃなくて、え <laughs> なんだっけ <laughs> マイクロソフトそう。そう,そう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 。そんなんもあったりね。いや、またこの二人の関係がね、良かったよね。うーん。 アルバートお兄様。いや、僕あの人がほんと好きだったんだよないや、これ、この人。もうほんとかっこよかったのよ。このお兄様がさ僕すごい興奮しながら見てた記憶があるよ。あの人が出てくると。全体的にほんとみんなキャラクターかっこよくて、もう誰もこれも好きでしたよ。このダークなね、この空気感がたまらないんだよね。 あと、ハドソンさんとかね、あそこら辺のちょっと、なんて言うんだろう、にぎやかなキャラも好きだったな。さあ、ユリの追憶うん。いや、こんな感じから始まったね。いつも、そういえば、静かな。うん。うん。さっきのあれかなうん。 絵画が汚される。うん。まあこれ黒く映ってるけど、多分赤いんじゃないうん。うん。これいつ頃なんだろうねこんなみんな平和で。うん。見覚えがある。子供の頃に見たやつ うん。はいはいはい。あの、学校のところでね、みんなを先導というか。ああ、いたのねえ。全然気づかなかった。いや、目の前にいるじゃん。もうかっこいい。いやー、もうお兄様ほんと好きだ。俺。<laughs> なんでこんなハマってんだろう。うーん。 あ、ってことは、ってことはもうアルバートお兄様は出てこないんじゃない残念ながら。この二人で向かっちゃったもんね。ルイスと。うん。ってことはモランとかも出番なしか。ああ、そうなんだ。うん。 その人が書いたのばっか狙うのかなそいつは。うん。思い入れがあるからこそ、解決しようと。誰だろうんああ、その、書か,かれ、やられちゃった人かな今の、キュービット。 うん。なんか、この少年、この後も出てきそうだね。今のちびくん。うん。なんだろう。うん。まあ、けど、ゆくゆくはあれなんだろうね。解決。ー温泉うん。温泉うん。ああへへへへへ。こんなのテレビで見たことないよ。二人が裸で。 OVA ならではだなうん。はぁ、あ。なんだろう。うん。スタンリー。うん。はぁ、あ。名前が、え、盗作なのかな そんなことないか。あれいや、しかもリアム呼びで。いやいやいやなんで <laughs> どういうことあ、この事件担当してんのか。あ、それで着いたぞみたいな言ってたのは、シャールク・ホームズが来たことなのね。いやー、よかったよかった。うん、ワトソンさん久々。うん。いや、このメンツが揃ってくると楽しいね。 ん記者のって言ってるから、まあ、その後くらいなのかなこれうんあれけどリアム呼びになったのっていつからだったっけもうちょっと忘れちゃったなうんいやーマジでもうみんな懐かしいどれくらい前だっけこれテレビやってたのうん マレー。うん。ああ、やっぱり。だから呼ばれたんだね。うん、退屈そう。<laughs> やる気なさそう。うん。300ポンド。ま、あ相当すごいんだろうな。この当時からしたら。うん。しかも警察がこんなもらうの。うん。 ハッ <laughs> ドソンさん出てきた <laughs> え。えハッドソンさんか <laughs>。後ろにいるのね <laughs>。あ、だからこれ来る前の話なんだ <laughs>。で、これで依頼を受けてきたのね <laughs>。なるほど、なるほど。<laughs> うん。うん。んこれ同伴するんじゃない違ううん。あー。あ来ましたよ。 いや、心強いでしょ。もう、この二人が、もう、かわいそう犯に。<laughs> もう、絶対捕まるじゃん。うん。キュービット。うん。突然ね、現れたら。いや、ハットがよく似合う。うん。問題ないでしょそこは。 いや紳士紳士なのに恐ろしいっていうねああやっぱ赤だね血なんじゃない違ううん500ポンドうん相当すごいんだろうな うなん。何なんだろうね。アトリエ。んなんかちょっと嫌がってないうん。書いてないんじゃない彼は。無理やり書かせてるとかないから、誰かに。どっかに監禁してさ、作者を。 今のなんか焦りようは。って思ったけどね。うん。さっきの場所とは違うよね。そして綺麗すぎないね綺麗にされてるというより。うん。作業してる様子はある珍しい。 ああ鉛うんうんこれなんかあれなのかなこのあとんかポイントになる染料なうんあなんかあるなんだろうスケッチブックうん あれなんか焦ってないうん。見られたくない。わけではない。うん。いや、めっちゃうまいね。いや、本当に書いてるのかなこの人が。あれえ <laughs> どういうこといや。汚されるのと一緒じゃん。 うんうん自作自演って可能性もあんのかなこの人が書いて。なんだ何した今。なんか入れたポッケに。いや、なんか、それぞれになんか思うところがありそうだね。うん。左利き。うん かき殴り方うん。はい。うーん。細いライン。へえー。うん。なんだ えどういうこともうそこら辺から何か仕掛けてんのえ何何何何なの <laughs> おおで、それに気づいちゃうまたホームズがすごい。うん。ああ、それを確かめてたの。やっぱりね。やっぱり。ちょっと僕助手できるんじゃないこの二人の。うん。 だからその子どもの頃にっていうのはあれなんじゃないうん。で子どもの頃その書いてんの見てるんだったらさあれ本人ああそれそれそれ何何入れたの、うん ?8000 が8000の右なんて書いたんだろう うんだからあいつが書いてないならやっぱ書いてる人は別にいてだよね。うんで自分が作者だって名乗れないよう女な状況になってんのかもね。監禁まではいかなくても。ああやってさ、汚せるんなら自由に出歩けるっていうところはあるんじゃないか なになにこういうシーンがね、いちいちなんかさ、気になっちゃうというか、この作品。うん。うん、いい弟くん。うん。それなだから、顔見知りっていうところがあれなんじゃないのああ。別人。もう確定じゃん、書いてないの。 なんか暗躍するんですかルイスくん。ん密輸かなうん。なんかやばいもの運んでるっぽいね。なんか別の山みたいに感じるけど、これは。おっとお兄様じゃない今の。なんかいつもと服は違えども、僕はお兄様なら見間違うはずはないと思うんだけど。<laughs> 赤い服着てかっこよかったね。 うん。ああ、キューピッド教化。なんだろう。なんか仕掛けてきたんじゃないかな。うん。なんかあれだよ。罠だよ、多分。ルイスを使って。んなんだ彼のこと。あれ これ、最初に出てきたあの、ちびくんじゃななんだあ、この人も、うん、呼び出されたの。うん。うん、スタンリー。ああ、そういうことだね。そっかそっか。うん。 うん。ん誰だ、今の。あ、今のキュービットではないの。はい。んこれこそがスタンリーなのか。ああ。友達に。騙した。ああ、やっぱそういうこと あれなんか違うかも。悪い人じゃない各場所みたいなの提供してあげてるくらいなのかないやいやいや、ちょっとちょっと。あ、ウィリアムかああ、来たね。うん。なんだ、一体何が起きてるんだえああ、この子がやったの うん。<laughs> もうそこから <laughs>、早すぎる <laughs>。もう到着してすぐじゃん。ああうん。うん。まあ友人というか過去にね。え亡くなってんのうん。 ああ、ホームズも。ああ、ホームズも呼ばれたの。うん。病死。ああ、やっぱ関係してきたかなまり、うん。えっ、けど書いてただけでもそんなことになっちゃうの 直接取り込んでなくても。だとしたら超恐ろしいんだけど。ああ、そういうことなの。うん。で、自分の作品に納得してなくてさっきあれなのかなこれ、汚してたのかなうん、イラついてか。うーん いやあ、疑ってすいません。親友って言ったね <laughs>、うん。うん。ああ、格差。ああ、それであれなのか。うーん。 いや、絵とか音楽っていいよね世界共通でさ。通じるものがあって。うん。あ、若い。うん。それで手助けをしてたのかね。<ー>ああ、平民だからってことかな。 だから自分の名を使ってみたいなわあめっちゃ皮肉だねそしたら急に売り始めたのうーんえー、スタンリーさん <laughs> いやいやいや、なんか悲しいお話。ああ、けどこれでよしとしたんだね。うん。うん。うん。あの数字。あのさっきのあの紙うん。これ何なのんなん えめちゃくちゃ少ないじゃん。あ、それ8なのか。うん、すごい。ねえ。1割もない。うん。えー、勝手に見ちゃったのそれはやっちゃダメでしょ、君。<laughs> うーん。あ、で、気づいたと。 えけ、なんかそんな悪いことしそうにないけどな <laughs> 今更手のひら返して言うけど、この人が。ああ、ああ。<laughs> マジでもう最悪じゃん。くズくズうん。ダメ、ダメダメ,ダメだよ。そんなちっちゃい未来ある君が。おい 今切れたんじゃないあーやっぱりうーん君もだってだろうねうーんでまたこんな子にもあれだねもう分け隔てなく接するというかいやー超いい人だった <laughs> やべ<え> <laughs> うーん まあ、じゃあ法的に裁いてもらおうぜ。ホームズもいることだし。OK, OK, OK。え無能うん。え何それあお兄様おおああ、もしかしてあの、銃の方。あの、密輸みたいな、輸出みたいな。 うん。ああ、輸出してたんだ。おっけおっけ。あそこ探ってたのね、お兄様は。ざまあ。あ、かっこいい。<laughs> めっちゃかっこいい。<laughs> ああ、もう完璧じゃないか。もう綺麗に収めるね。いや、みんなでお風呂いやいや、こんなあったんだね。うん うーん、さすが、ホームズ。うーん。ああ、喋ったことあるんだね。うん。うーん。 ああ、彼は彼なりに絵に描けてたんだね、そういう思いは。だから通じる、あれがあったんだね、理想みたいなのが。まあ、やり方はちょっと違えど。うんだから好きだったのかもね、スタンリーさんのこと。うーんいやーもうけど最後まで見ちゃってるからちょっと悲しいというか切ないね。 いろろいいやー面白いわやっぱり勇 <laughs> 国のモリアーティーもう今からでもみんなに見てほしいわビデオオンデマンドとかでさ見れるなら。